ました。世界に一つだけの花聞いていただきました。素敵な音色でしたね。いやすごい練習したんじゃないですか皆さん。めっちゃしたってね、田中愛ちゃんが言ってますけども、すごいですね。さあそしてここからはさらにね、メンバーが加わります。このね3人の方にも出ていただきましょう。お願いします。はい、皆さん握手でお迎えください。はい、中尾さん、そしてあ、そこらしいですよ。あ、まあ、いや最初はでも真ん中じゃないですか、ね、あ、でもマイクがないから。はい、濱家さんと滝沢さんです。大きな拍手。あのさ、はい、一言言っていい？お願いします。ファジアーノさ、すげえぞ、さすがにファジアーノは4対0で負けとんじゃん。まあこっから奥ではまだ時間あるんだけ、絶対勝てると信じております。はい、まあ、みんな元気出していきますね。やばいっすね、一番元気ない。そして、はい、長尾さん一言お願いします、はい、あ、この日のために3人のじいさん、いやおじさん、お揃いの T シャツをこさえました。これはあの高松に住んでいる真鍋しのちゃんっていうとっても心が綺麗な女性のデザインの貼り付けて、こういうふうにお揃いで作ることができました。なんか、ね、いわゆる言ったらタダであげるからって言って、それでも言ったらしいよ。いやしぐさそこまでね、はい、そう行ったきちゃうんだろ。そうそう、竹田さん、じゃあ一言お願いします。もうね、早くトメちゃんたちを楽にしてあげてください、ね。すごい、クリスさんも加わってるじゃん。しれっとどうしたんすか。みんなね、ドキがムネムネ、ドキがムネムネしてるんですね。そうなのよ、早く楽にしてあげましょう。では、すごい総勢何人ですか。12人。わー楽しみです。では、あ、そして先生もいらっしゃるということでね。はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございました。この日のために
もう去年のラジオ祭りが終わってから毎日のようにね、練習をしてきましたけれどもね、先生の方いかがでしょうか。普通に乗ってきたからびっくりした。はい、そしてね、後半から演奏にも加わっていただきました。伴奏とね、そして指導もしていただいたんですね、ファンミチュのミチュさんこと武藤充さんです。ありがとうございました。ありがとうございます。もう私の方がドキドキしてました。本当にハンドベルって一つに一音しか出ないんですよ。それでみんなで音楽を一つを奏でるということがすごいね、もう大変なことなんですけど、今日は本当に大成功です。ありがとうございます。バンさんのブラボーどうですか。いいんじゃないですか。一番最初の音なんですよ、ラストオーバーのね。そうそうそう。大丈夫です。ちょっとじゃあ演奏したメンバーにも話を聞いていきましょうかね。はい、どなたじゃあ国志さんどうでしたか。まあこの音だけなんやけどね、これが難しいんですよ。時々出てくるから、だこれがずれたらね、もうぐちゃぐちゃになってしまうから結構緊張しましたけど、いかがでしたか。ありがとうございます。あなたは意外とこう鳴らしたつもりにも鳴らなかったりみたいなのもね、練習の時はねありましたけどもね。はい、さあそしてじゃあ奥富さん、ああめちゃめちゃこっち伺いながら来てつけてましたけど、いかがでしたか。いや、なかなか普段はね、バラバラで仕事すること多いんですけれども、みんな一緒にたまにはこうやって音を合わせて、それをありがとうございます、観客の皆さんに聞いていただけたので、まあまあちょっと至らないところもありましたが、まあまあ大成功でいいですかね。すいません、ありがとうございます。温かい目でご覧いただきありがとうございます。さあそれではね、直り惜しいですけれどもエンディングでございます。ということで皆さん勢ぞろいしてもらいましょうかね。ウエストランドのお二人にもお越しいただきます。どうぞ。そして佐賀さん、相田さん、坂本くん、春にゃんさん、橘さん、松谷さんもお舞台へお願いします。